こんばんは、総店長です。今日も僕と飲む時間です。今回作るのは生姜まみれ水餃子を作ります。もう生姜をふんだんに使ってたっぷりと、これでもかっていうぐらいね使っていきますので、水餃子にしてさっぱりと食べれる餃子にしたいなと思います。皆さん冷蔵庫の中にちゃんとお酒入ってますか？もうお酒じゃなくてもいいですけどね、ノンアルコールでもいいですけど、まみれていきましょう。レッツスタート。ここで先ほどの岩下の新生姜の漬け汁をちょっとだけ加えます。で、今回はひだを作らずにひだなしでそのままこれだけです。水餃子なのでこの皮のツルツル感を楽しむためにこのようにしてます。できました。見てください、生姜まみれ水餃子、すごいいい香りです。うまそう。乾杯ですよね。分かってますよ。もう今日はハイボールでいっちゃいます。ハイボールでいっちゃいますね。家だと
結構氷を用意するのめんどくさいですよね。だから僕も缶のままそのままいっちゃうんですけど、まあこのお店だと氷が死ぬほどあるのであげます。うわうまそう。ハイボールはなるべく泡を立てないように注ぐのがコツですね。おいは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 い、はい、できました。皆さんじゃあ準備はいいでしょうか。今日もお疲れ様です。乾杯。あーうまい。いや、なんでハイボールをね選んだかというとですね、まあ、生姜に、まあ、ビールもいいしレモンサワーもいいかなと思ったんですけど、いやジンジャーだったらハイボールやろと、ね、ジンジャーハイボールジンジャーハイボールやろということでハイボールにしました。じゃあもう早速いただきます。で今回タレを生姜をねたくさん使ったタレをぶっかけて、でさらにこの岩下の新生姜もトッピングをしてるという、はい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 、あもうツルツル感が、ちょっと一旦まずいただきます。うん、やば、めちゃくちゃうめえ、めちゃくちゃうまいです。これよくね、これもうね全体混ぜちゃった方がいいですね。岩下の新生姜がめっちゃくちゃいい働きをしてますね。見てください、この生姜感すんごいね。皮もひだ作ってないんですよ、だからかなりプルプルで食感が味わえます。うん、こりゃうめえわ。特に夏場はありですね、ありよりのありです。これはでたっぷり新生姜も乗せて、こんなんですよ、こんな、わかります、このプルプル感全然気にせずつるっといけます。うん、ジンジャーハイボール、うん、あーやっと落ち着いた。ちょっと撮影も仕事終わりに撮ってるので、だいぶ料理の後半はですね早くもう飲みたくて、ちょっと動悸と息切れが止まんないって感じですね。ようやく落ち着きました。今撮影してる日はですね、なんか台風がこれから来ると、週末台風が、まあ、関東の方に来るんじゃないかっていう感じでちょっと困っちゃいますね。台風が来て喜ぶ人っているんですかね。あ、いるのかな。でも台風が来て喜ぶってどういう心境なんだろうな。結構大変ですよね、通勤も大変だしお出かけもできないですしね。最近僕の興味事は天気ですね。もうもっぱらね天気をね気にしてますね最近は。まああとアニメですね、うん、次見るのは東京リベンジャーズ。いやうまい、本当にこの水餃子はかなり当たりですね。まみれてます、生姜にまみれてます。これは皆さんまみれてますか、ちゃんと。最近何にまみれました。うーん、これ本当にうまいですね。僕が作るレシピどれも本当にやってください、めちゃくちゃうまいんで。別に看板娘のレシピがうまくないとかそういうことじゃないですよ、そういうことじゃなくて、まあ、やっぱり僕ね餃子屋の店長なので、人よりは餃子については作ってきたという経験があるので、これはね本当その視点から言ってもおすすめですね。タレ作るのも簡単ですし、水餃子を巻くのも火が作んなくていいのでめちゃくちゃ楽です。お子さんとかでもねやってもらったらねいいと思いますよ。で暑い夏にもぴったりだし、タレも熱々のままかければ冬はね生姜でこう体温まったりもするので、これおすすめだな。で絶対ハイボールがいいですねこれはね、うん、ジンジャーハイボールということで、僕はこの後まだ 2杯3杯飲みますんで、はい、ではぜひこの生姜まみれ餃子試してみてください、今回の動画よかったらですね、いいねとかコメントですね、ぜひよろしくお願いします。コメントしてくださいね、もうねそれがもうこちらの力になりますから、本当ありがとうございますいつも。では次回の動画でもお会いしましょう。おやすみなさい。